こんにちは。水彩画の酒井です。今日はお花を描いてみようと思います。どうぞご覧ください。札幌大通公園にも美しいバラのガーデンエリアがありますが、今回は知り合いのお庭で咲いたバラを室内に飾り、そのイメージで描いていきたいと思います。こちらのお花を選んでみました。縦で描こうかなと思ったんですけれども、 YouTube 画面から行って横の方が収まりがいいかなと思いまして、横で描いてみました。さてどうでしょうか。それではこれからこれを描いていく過程を見ていただきます。また今回も鉛筆を使わないで描いています。鉛筆なしで描くのが不安に思う方は、どうぞ鉛筆を使っておおよその位置をとってください。鉛筆を使う場合は硬い鉛筆を使わない方がいいと思います。また何度も描き直して消しゴムでゴシゴシ紙の上をこすってしまいますと紙が傷んでしまいますので気をつけてください。ここでちょっと塗り方のイメージを見てみましょう。水はドンとつけます。あまり、取らないようにします。筆の先だけに絵の具をつけます。あまりここも押し付けない、パレットでも押し付けないようにします。ちょっと筆のイメージを描いてみました。かえって分かりにくくなるかもしれませんけれども、この水色の部分が水がたっぷりついた筆の毛の部分だと思ってください。で、絵の具はこのようにですね、今ちょっと暗く見えてるところ、ここが絵の具の部分、こんなような感じで筆の先がなっていると、きれいに塗れるのかなと思います。ちょっと落書きをしてしまいましたので、消してしまいます。それではまた元に戻ります。また描く続きです。2倍速で動いています。このように大まかなところを決めましたら、早い段階で、私は周りのバックのところに色をつけるようにしています。この辺の色をある程度決めますと、中を描いていくときにですね、全体の色が合わせやすくなるかなと思っています。そういう理由もあって私はできるだけ早く周りの色をある程度決めてしまうようにしています。4倍速で動いていますが、お花を白い紙の中で、お花を一生懸命描いて、最後に周りを塗っていくと、あれさっきまで良かったのに周りに色をつけたらどうも合わなくなってしまったなっていう経験ある人もいると思いますが、それがあるものですから、先にこのように、周りをつけて、それに合わせてというか、全体ですね、広く見ながら、描いていくっていうのがやはりいいのかなと思います。私はたまたまこういうやり方で描いてますけれども、それぞれいろんな、やり方、自分に合ったやり方っていうのがあると思いますので、工夫してやってみてください。これ私の一つのやり方という一つの例として見ていただければいいのかなと思いますが、なかなか最初からこんな感じでいくのは難しいかもしれませんね。もう少しお花一つ一つを具体的に描いていきながらっていう方法の方が、最初は楽かもしれません。で、またここでちょっとティッシュペーパーを使って、明るいところを少し取っていくようにしています。
これも見てるとですね、簡単なように見えますけれども、慣れないとなかなか細く抜けなかったり、取れすぎちゃったり しますので、これも練習だと思います。少しずつやってみるといいと思います。抜きすぎちゃったところはまたここで足していきます。乾かしながら様子を見ながら、少しずつ変えていきます。で、水をたくさん使ってますと、そんなに慌てなくても結構水分含んでてくれますので、ゆっくり作業できるかなと思いますので、いろいろと試してみてください。私は風景を描くのが好きで、初め風景画ばかり描いていたんですけれども、絵画教室をやってるものですから、いろんなものを描かなければいけなくなりまして、それで描いてるうちに、今結構お花を描く、機会っていうのが多くなっていきました。最初は風景とやはりちょっとタイミングが違って難しいなと思ってたんですけれども、まあやってみると基本的なところはやはり一緒なのかなと思っています。まあ、基本は全体を大きく見るということですね。見ていただくと分かると思いますけれども、筆があちこち飛んでると思います。同じ場所に長くではなくて、ちょっと今花瓶のところを描いたと思いましたら、少し上の花のところに飛ぶと、そうしながら全体のバランスを見ながら描いていくというのが基本なのかなと思います。同じところにこだわってずっと集中するのではなくて、広く大きく見ながら描いていく、それは風景も花も同じだと思います。お花の周りを描いていきますと、お花自体は何も描いてなくても周りを描いていくに従って見え方がどんどん変わっていきます。その辺を、その感覚を掴んでいかないと、お花ばかり描いて周りをつけるとまた見え方が変わってしまうということになりますから、周りの色というのがいかに重要かというところを押さえておきましょう。お花の周りの色が落ち着いてきましたら、今度はお花の中を少し丁寧に細かく描いていきます。ここまでですね、一旦よく乾かした後に、イエロー系の色でちょっとつないでいってます。前回の動画見ていただいた人はわかると思うんですが、風景もやってましたが、お花の場合も同じように私やっています。最後の方になるととにかくつなぎたくなっていくという感じがしますけれども、きっと、落ち着くと思いますね、この方がね。まあこれゆっくりやってしまいますと下が剥がれてきます。それとあまり押し付けないことです。押し付けちゃうとまた下が剥がれてきますので、本当に軽く走らせるように色を塗っていくと綺麗に仕上がると思います。そろそろ完成に近づいてきました。風景の時もやってたんですけれども、またここでちょっと白を飛ばして、調子を作ってみたいと思います。まあ、単調になっちゃいけないと思いますので、下の方には柔らかいにじみの調子がありますので、この辺で少しパリッとした調子をつけておくと、変化が出てくると思いますので、私は好きでよくこれをやっています。筆の軸をこう叩くと飛ばすことができるんですけど、見てわかるように指のところにも飛んでいます。慣れないと相当部屋中飛んでしまいますので、練習すると思ったところに命中するように、なっていくと思いますので、
まあ、あの段ボールの中に絵を入れて、やってみるとかですね、最初少し工夫した方がいいと思います。そうしませんと、部屋中白のポチポチがついてしまう可能性がありますので気をつけてください。最後に途中でスキャンしておいた画像をつないで見ていただいています。これで YouTube 動画3本目になりますけれども、最初は編集がきっと大変なんだろうと思って始めたんですが、意外にカメラが回ってると肝心の絵の方が大変難しくて、なかなか思うように描けなくて苦労しています。だんだん慣れてくると思いますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。また声の調子もその日によって随分違うんだなっていうのも初めて分かりました。人間っていうのはその日によって相当違うもので、きっと声もこんなに違うし、あの絵を描くのでもその日によって相当この感じ方とか描き方っていうのは変わってくるものなんだろうなと改めて発見がありました。今後ともどうかよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。